どうも、ショークテイ気候でございます。この季節がやってまいりました。夏の大イベント、新宿末広亭、東華館工業、そして三遊亭遊雀師匠と、そして神田伯山先生の交互取りということで、約6畳の楽屋ドラマを撮っていきたいと思います。まだ始まってないね。あ、まだですね。まだね。よし、いても立ってもいらない。来たよ、もう。おいっす。あ、マジなんですか。重たい挨拶行ってないでしょ。あ、これからじゃあ一緒に。あ、じゃあ一緒に行く。すいません。おはようございます。よろしくお願いします。お世話になります。今日物販を運ばせていただきました。よろしくお願いします。会場で誠にありがとうございます。開口一番三笑亭夢城でお付き合いを願っておきます。私事ではございますが、本日新宿末広亭初講座でございます。どうぞよろしくお願いいたします。たっちゃんの頭ぶってこぶおこさんいたってしょうがねえやろだな。たっちゃん悪かったな。後でな、うちのな、十ゲーム五校のすり切り、ガジレ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のヤブ工事、パイプの修輪がのグリーン台、グリーン台のポンプコピーのポンプコナの長期面の長月にはな、もうこってるここと言っておくからな、たっちゃん、こっち来い、悪かったな、後にすまなかったな、コブウコさえちまってな、おじさんにコブ見せてごらん、コブを、コブなんじゃどこにもねえじゃねえか、あんまり名前が長えからコブが引っ込んじゃった。先ほどね、初講座でございまして、もうものすごくおめでたい、もう縁起がいいですよ皆さん。なかなか見られないんでね、おめでたい出世の一席申し上げまして、お後交代という運びでございますが、さて、おはようございます。自転車がないんです。盗まれました。盗難届を出しました。自宅に戻ったらどうでしょう。そういうことです。取れ言うてね、持ってこい言うてね。はい、持ちました。持っただけかい。持ってくるんや。はい、持ってくる。回すな。おい、言うぜ、大型新人現れたな。お疲れ様です。お疲れ様です。26日からあのオリンピックがね始まりますけども、宮田翔子さんがね、タバコを吸ってたっつうんですよね。だからこれで出られないんですってね、聞いたら。もう信じられないぐらい静かになりましたね、さっき。だから見たいですよね、皆さんも。やっぱね、こうバン、こんなんやるんだよ、こんなん飛んで、こんなして、こんなんやって、ほら、こうやってパッとこう着地した後でこう。名前言ってください。2つあるらしいんだよ。ああ、クリスチャンの宣伝名。そうじゃねえんだよ、俺さ、勝彦っつうの。だからさ、かっちゃんかっちゃんって呼ばれてんだけどさ、この間病院行ったらさ、古舘さんなんて呼ばれとんだよ。あなたのおかげでお客がいっぱいになるのはいいんだけど、芸人が一回一回緊張するんだよ、この間。怯えてんだよ、こっちは。お客さんなんですけど。え、何をやってたの。余計なこといっぱい喋っちゃう。余計なことばっか喋っちゃう。今の反省あります。ないと思う。ねえ、人間が不安定なんだな。落ち着かないんだよ、人間がね。それはね、そうかもしれない。他に何かありますか。俺びっくりしたぞ。はい、部屋にないものがねえんだからびっくりだ。ないものがない。ないものがない。いやいや、部屋にあるべきものがないんだったらすぐ補充しますけども、最初からないものはないんだって言われても対応のしようがないんですけど。間違えたんだよ。
疲れ様です。お疲れ様です。え、なんか悪いことしたえ、なんでそんな風に言うの？いやいや、すみませんって言うから。あ、いやいやいや、またやっちゃったのかな。なんでお前はそうやってミスばっかりするんだ。あれじゃないだろうかよ。ちょっとお前の喋りが聞いてる。え、俺の喋りが降りてきてすぐに。何だよ。反省しろ少しは。もっと舞台に集中しなさい、あんたは。いや、それ勝てた、また。やろう。勝てやべえさ、また。1歳ぐらいじゃないんだよ。今日ひどいわ、こいつ。マジですか？うん。でさ、やめろよ、カメラ回すの。カメラも言えてないし。カメラも言えてないし。カメラ言えてるぞ、俺。何笑ってんだよ。笑ってないよ。言えてなかったです。そら。てくれよ。苦労様です。苦労様です。苦労様です。着物屋さんに文字盤は洗ってもいいよって言われたんで、弱洗ってたらここまであったんですよ。どんどん短くなって。弱った今とおでこだ大変よ。あの音こんなになっちゃう。止めのないです。寝たきりだよ。もう俺も年だからもう旅にでも出ようかな。苦労様です。お父様が出張から帰っていらした。あら太郎ちゃんどうしたの？記者ごっこはもうおしまい。僕お父さんが帰ってきたから失敬さようならっつってね。ああ謎の停電でございますね。これは一体全体どうしたことでございましょう。真っ暗になってしまいました。余生中が真っ暗。私のこれからの残り時間も真っ暗でございますね。初日からこのようなことが起こるとはなんという。これお互いに真っ暗読む。ありがとうございます。しかしもうあと10分しかございません。これからまた太郎さんの記者をやるというのは至難でございまして、ちょっと演目を変更いたしまして、時代劇チケモリ高田の馬場でございます。娘なんとかしてやれ。はい。さあ娘は何とするか。大胆にもそう俺ビリ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 。さあこれを代わりに、おこっちの方が罰当たりの気がするが片付けない。でこの間の青山学院大学でちょっと落語やってくれって言われて、で中等部で落語をやったんです。それはいいんだけど、最後に謎かけ大会をやりたいって言うんですよ。そしたら根津さん、はい、整いました。青学とかけまして頭の後ろと解く、その心は後頭部もあります。根津っちです。すいません、勉強させていただきます。SNS で知ってる人は知ってますけど、あの指笛をなんかピーって鳴らすお客様が、まあ、たまたま一人いた。他のお客様は全て素晴らしいと思うんですけど、ネットニュースにもなってて、いろんな意見があって、でもなんかいいなと思ったのがね、思ったらね、やっぱ寄席ファン、私もそうですよ、落語とか講釈好き、いろんなの好きですけど、やっぱ寄席ファンってね、まあ今日のお客様がそうかどうか分かんないですけど、どっちかっていうとね、あのやっぱ陰キャの文化ね。指笛って陽キャのやつがやるでしょ。自己顕示欲丸出してピーとかね、なんかそれでちょっとなんか場が受けたりすると余計陽キャってやるじゃないですか。でそれをもう陰キャがその場で注意せずネットにこうやって書き込んで、うわあいつら二度と来るな。ジュウスケさんならおりますよ。お入りよ。一歩入ってたらそこは地獄で、高田大八郎小刀を抜きますと、ブスッ！何の罪とがもないおふみを喉をツッと突き刺した。首をはねて長持ちにこれを入れる。いくら探したって、生きているおふみに会えるわけはございません。九つの鐘と言いますから、深夜の十二時頃でしょうか。ボン
川巡るお車の四ツ谷階段お岩誕生という爽やかな一席でもって今日のところ初日7月下関雄尺師匠と白山交互の芝居このお岩誕生をもちまして今日の初日は大断言誠にありがとうございました。お疲れ様でした。すみません師匠、あのなんか初日いやいやごめんごめん、ぜひぜひ。23、24が師匠ですよね、断ち切り。あ、そうですか、久しぶりだよ。そうですか。死神はあの昨年も好評で、死神はね去年やらせていただいてたと、はい、今度またどういうふうにやろうかね。あ、ちょっと変える。分からん分からん、どういうふうにやってみないとな。楽しみにちょっと、ね、あ、すいません皆さん、じゃあ先行くね。お疲れした、ありがとうございました。また一緒です。すいません、一緒に。じゃあ3つの日に、さあ稽古しなくちゃな。あの岩見たらな、もう死んだ気になって稽古してたな。頑張ります。お願いします。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。